よし。よしよし。次。ゆなゆなと走りたいと戦うんですか。勝てるかにゃん。勝てるかにゃん。え、今日から、待って、思ったんやけど、今日からですよね。そう、ギルドチャットを見て気づいた。まだ練習かと思うよって、今日からガチのやつよな。やばい、今日からもう始まってるやん、ガチのやつで。昼勝ったらしいですね。見ましたよ、ギルドチャット。やばい、一発目の勝負勝ったらしい、アリサ軍団すごすぎる。じゃあ今日は7時のやつも10時のやつも勝ちましょう。勝って勝ちまくるぞ。初勝利、やばい、やばすぎる。今日から12月の4日ぐらいまでやったっけ、あるのでね、勝って勝ちまくりましょう。ブンブンブン。ブン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 。どっちの相手もなかなか強い。マジで。お昼は誰に勝ったんですか。こんばんは。ブン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 。犬吠えてる。めっちゃ吠え。みほりん、すごい。かっこいいよ。すごすぎる。次の20分のやつも勝ちましょう。イエーイ。勝とうではないか。22時。これ3つ、今日の3つってことか。あ、ほんまや。今日のウィンって書いてある。すごい。田中美穂ちゃんとゆなゆな。10時のやつはなっちゃん？なっちゃんらしい。頑張ろう。もう今日は3回ともに棋聖と戦うんですね。これは容赦なくいきましょう。なっちゃんとか強いの、なんで強いの、優しくして。サトシーさん、ハートありがとう。強いですか、なんで強いの。優しめに頼むよ。そうです、今日は歌唱力の抽選なので、とりあえずギルドバトルをしてこの配信。そう、特に強すぎる、なんでそんな強すぎる、どういうこと、強すぎる、どういうこと。なんで強すぎる、すごそう、と一旦ドーナツも持ってきたので、じゃーん、可愛くない、ピカチュウドーナツ持ってきました。なっちゃうのがボコられた、マジ、あれりゃ。今日はピカチュウドーナツを持ってきましたので、そう、ピカチュウドーナツを食べながらギルドバトルをやって、で8時ちょっと前に終わります。8時ちょっと前終わって、で8時からは歌唱力の抽選のねやつを見ましょう。見に行きます。ほんまに怖いです。ベテランユーザーです。すごいね、405億超えが2人。何事。それは何事、やばいね。
そう、8時から抽選のやつ見て、それが終わったらまた9時からやります。そう、それ見終わったらまた9時からやろうかなと思います。よろしくです。じゃあ7時20分、20分からだらしい。ギルバとピカチュウ、これはミスドのねピカチュウ買ってきました。可愛くない？お皿に入って、お皿というか紙に入って、ピカチュウ、カスタードクリームが入っとるんやって中。ピカチュウ、ポケモンはあんま分からんけど、あぶねー、ポケモン全然詳しくないけど、ピカチュウ可愛すぎたからカット。いただきます。この耳、チョコレート、チョコレート耳から食べます。うまい。耳がなくなった。耳が一個なくなった。ドーナツ。でも他にもいいね、いろいろありましたよ。なんかあのモンスターボールっていうのが入るね。モンスターボールがのね形しとるやつがね2個と、あとなんかイチゴのやつありました。イチゴのなんかピンクいポケモン、何っていうか分からん。何っていうか分からんけど可愛いのがおった。よっ、あ、チョコが。うん、そう、 TikTok もあげたので見てください。黒白、黒白おしゃれ、おしゃれ系 TikTok。 ピッピっていうのはあれ。ピンクのね、いちご味のねポケモン、可愛かった。もう片方の耳いただきます。みたいな真ん中あった。あったあった。普通ドーナツって真ん中空いとるやん。でもその真ん中に丸いの乗っとった。うんうんうん。そいつだな。多分。左右にひらひら、あったあった、なんか耳みたいなところにひらひらありました。うん、このほっぺたマーブルチョコレートだ、ピカチュウの。あ、うん。穴開いてる、穴開いちゃった、ほっぺたマーブルチョコレート、バーン。耳ないピカチュウ。うん、マーブルチョコレート。おう。慎重に持たねば。目はね、何かというと、うん。目だー。
やね。なんかよくあるやん、あの誕生日ケーキとかお誕生日おめでとうみたいな系のお誕生日おめでとうって書く系の普通のチョコレートです。チョコレート、口はある、口と鼻鼻と口。こっちはさ穴開いたのに、こっちは目がくっついてる土台がある面白い、怖い。それではいただきます、本体。これは生クリームだよな、中身このドーナツの真ん中に生クリームが敷き詰められておりまして、すごく美味しいです。ちなみに何味、これ黄色い系さ、なんか味ついとんかと思うけど、多分普通のチョコよこれそう、黄色じゃけ味がついてるわけじゃない、普通のチョコです。これは見せかけですね、ミニオンとかだったらバナナかもしれんけど普通のチョコレート味です。美味しいです、普通のチョコレート。20分からギルドバトルなのでね皆さんお忘れなきよう、戦いに出かけるぞ、私は戦いに出かける。大丈夫だよ、さっきあのねお散歩してきたので広にちょびのお散歩してきたので0キロカロリー、これ夜ご飯、本日のラゴあ、みちょ、そうみちょ正解。でも炭酸水がねなさすぎてね、ちょっとしかこんだけしか作れん炭酸水がなさすぎて、普通の水道水を混ぜたけんね、ウォーターシャーバーので絶対ね、これね普通の水じゃなくて炭酸水の方が絶対美味しい。ザクロじゃない、桃しか持ってない桃しか持ってないです、お酢。甘くはない桃味、桃の炭酸ジュースってかお酢って感じじゃないよ全然。うん、全然お酢って感じなの、めっちゃ酸っぱすぎる感じじゃないです、本当に普通に桃の炭酸ジュースって感じやけね、すごい美味しいよこれで、ね、ビスダイエットみたいなできるんやったらもう最高、最高だと思います。これは一回やってみてほしい、みんなに。リンゴ酢、黒酢は飲んだことないけど、リンゴ酢も飲んだことないわもう全然ね酢じゃないよほんまに、もう、カルピスの
リンゴ味みたいな、カルピス原液のリンゴみたいな感じ。ほんまにリアル、リアルにね、スーパーとかに売っとると思う普通に。ぜひ。このピカチュウマジで美味しいな。うん。ナイス。この中に入った。ナイスショット。ピカチュウマジで美味しいな。黒酢？うん、なんかさ、あるよね黒酢って、あのこんぐらいの、こんぐらいちっちゃい紙パックでさ、コンビニとかに売ってません？あれめっちゃコウコちゃん飲んどるイメージ。黒酢。今日の飲み物クルーズみたいな。あれはね飲みたいと思わん。うん、うん、ミューミュー飲んでるの、どんな、何味あれ、クルーズって何や、どういう味や。想像もできない。こんばんは、お久しぶり、ヤッホーマハハン。マハハン。それでは最後の一口ピカチュウドーナツいただきます。あ、うんふん、うんふん、うん、やばい、ギルバト始まる。ホケ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 、めっちゃいい感じ。ギルバトがあと30秒で始まっちゃう。あと10秒ぐらいで始まります。ちょうどよかった。今日メール送ってない、やばい、今日メール送ってないわ。アリサ届いてないよね。ごめんなさい、ごめんなさい、忘れてた。あ、始まる。あれ、 OK、 回線中、レッツゴー、よろしくお願いします。よし、ギルドバトルのスタートです。頑張りましょう。ふきふき、リックの色がなくなって、よし、仕掛けに行きます。いいよね、もう。どんどん戦っていくスタイル。ユナイナー倒し、え？早っ、すごい。え、待って、アリサ力尽きたらしい。やばいやばいやばい。回復薬を飲みなさい。回復薬を飲みました。よし、やばいぞ。ああ、と14秒で攻撃ができ、鬼太郎強い、鬼太郎、鬼
鬼太郎が強いらしい。鬼太郎、鬼太郎さばき、ね、さばきって何なんですか。そう思ってたんですよ。そう思ってたんですけど、あのギルドバトルで配信しながらやってないけさ、昨日とかよう分からんくてから、さばき、さばきって読むよねこれ。何なんですかさばきは。え、鬼太郎怖い、強いらしい。ケンチ、ケンチ行くわ。鬼太郎怖い、ちょっと。さばきってどうやってやるん。さばき知ってる。さばき、やばい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 、オーマゴー、負けた、この人に負けたよ。鬼太郎ともう一人の何やったっけ、凛太郎、健太郎、相手の、どうやったらさばきができるん。ふうさんかわいい、ありがとうございます。回復、回復しなければ。この守備強そうやな、確かに。カウント完了しました、ありがとうございます。アンジービー可愛いですね。アンジービー今日アンジービー来てない。アンジービー来てないや。で可愛い、アンジービー好きです。攻撃いくぞ、鬼太郎、鬼太郎に攻撃仕掛けるわ。鬼太郎、鬼太郎ってなんだっけ。おい鬼太郎、あれか。おい鬼太郎、あれやん、ゲゲゲの鬼太郎や。やばーい、あー力尽きた、強すぎる。鬼太郎強いな。そう、あ、アンジースマホケースか。アンジービー可愛いでしょこれ。紫。来たろう、来たろう。ギリギリの来たろうや。やばいやばい、アリサ、もうやばい、やたら強い。やばい！ギルドラが出現してもうた。アリサが守備につきます。現在その行動はなんでなん、ひどい、なんで、なあしるっとってて守備につけないんですけど、どういうこと。やばい、このドラゴン倒されたらおい終わりや。なんで守備につけんのアリサ。ピャンねえ、焦りまくって、あ、みんな守備ついてくれた、ありがとう。よし、鬼太郎カゲッチ、カゲッチに攻撃行ってくる。もう危ない、ドラゴン出現してもうた、アリサの水ドラゴンが。もう焦るわ、全然倒せんね、なんか強すぎる。また力尽きた自分、もうひどい、回復薬がもうなくなってしまった、どうしよう。え、これってさ、何、回復薬なくなったら、え、あれ、スタミナ、回復薬、回復薬をゲットして。え、これってさ、もう戦い中、バトル中、バトル中はもう3つしか使えんってことなんですか、この薬。もうこれ以上薬使うことできんの。キャーン、攻撃が行えないや、アリサ、やばいやばい、どうするよ。オーマイガー、
お前がだって、え、攻撃行わんやアリサ、やばいやばいやばい、どうして、どういうこと、どうして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 、4つ使える。え、一回途中で買いに行ってもさ、あれやん、え、誰このなんかおもろい人おもろい人誰、こんにちは、うん、仲良しさんやねえ、なんでこんなおもろくなった、面白、待って、攻撃、ここ攻撃が行えんや今アリサ、どうしたこっちゃ、なんで攻撃ができない、どうしよう、守備にもつけん、士気、士気が 14% しかなくて、どうしよう、助けてくれえええ全然攻撃に挑めん、ピエン25以上回復しな、守備につけん、攻撃もできん、薬がもうない、どうしよう、ピンチピンチ、鬼滅の刃状態、ピンチ、19まで回復した、あともうちょっとだ、時間待ちやな、勝とう、して勝つぞ、勝つぞ、ブン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 、こういう場合はさ、もう悲しくなるよねさばきってどうやってやるんですか、さばき、勝つぞ、勝つぞ、 G、 このさ G スキルってさ何なんですか、あともうよう分からんこと多すぎ、あ、 G スキルがさばきってやつなんや、え、あれさ G スキル使えんのやけど、スキルを所持していません、こういうどうやったら使えるようになるんですか、初心者いないんや、ひどいG スキル買わないと、え、そうなん、 G スキルって買うん、なるほど、攻撃いってくる、攻撃ができるぞ、仕掛けるようになった、レディゴーレディゴーレディゴーブン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 、死ぬなよアリサのドラゴン、あ、一瞬で死んだ一瞬でやられた、どうしよう、ひどい、やばいやばすぎる、いやピエン、カゲッチに敗北したアリサ、さばきっていう G スキル欲しいんやけど、アリサもやばい、どうしよう、勝てるかこれ、勝てるのか今ないスタミナが 6% しかない、 6% ハゲッチじゃない、影な、影怒られる、そんなこと言った、カゲッチな、カゲッチ、カゲッチ、カツド、カツド、カツド、カツ丼、ダイナソー音符ありがとうございますでもあれだよね、あと18分だからバトル終了、バトル終了まで18分
生き延びれたらあれですよね、ドラゴン出さずに生き延びれたら引き分けで終わるからポイントもらえる。負けんかったらいいよ、引き分けでもポイントもらえるらしい。ガチョ、引き分けでもポイントもらえるからね、負けんかったらとりあえずよろしい。頑張るぞー。おっとっと、りんたろうさん、パンジェラさん、ハート、さとしんさん、ジージー、ありがとうございます、ありがとうございます。士気が足りんぞ、アリサの体力が体力が足りん、やばい、頑張れ頑張れ頑張れんば、頑張れんば。怖いな、このなんかすごい強い人すごい強い人怖いな。待ってね、あと今 18% だ、アリサは今 18%、 もうちょっと回復しろ。うん、回復したまえ、急げ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 。うん、チャットで連携を取るか。勝つぞーって送る勝つぞー、おーよし、ちょっとで連携を取ったぞ。あー、負けたー負けたありさがね、勝つぞーってね、あのチャット送ったら、ね、負けたピャン、負けちまった。一生一生一、まあ、今日一生ってことでみえんがなに、負けた強かったな、なんか強い人おったね、一瞬で一瞬でボコされたアリサのモンスター、悲しい。十字のやつ勝ちましょう十字のやつ頑張ろう、十字戦、十字戦勝つぞ。こんばんは、はじめまして、通りすがりのなんとかさん、ありがとうございますST48 の広島県出身、ありちゃんこと三好有沙です。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします、ありがとう。ふうさん、母さん、ギフトありがとうございます。ゆなゆなより強い、オーマイガー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 。次、トゲザー、オーマイガッドゲザー。時間切れの場合ダメージ受けてた方が負けだ。そうなん、生き残っとても、引き分けとかないんですか。そりゃ難しいルールだな時間切れであれ、どっちも残っとっても引き分けじゃないんですか。ひどひどすぎん、それそれひどすぎるりんたろうさん、だるまありがとう、だるまアリンコメール、そうアリンコメールあれツイッターとインスタとフリートとストーリーと TikTok に集中しとった。今日メール送ってないわ、今日ごめんなちゃい。ギルドバトル、あ、ギルドバトル
ありがとうございました。納豆を食べて健康になった思ってる。メールをお一つ送ります。ちょっと待ってね。進もう。よし。オッケー。送ります。明日の昼前けど、待って待って待って。それは無理やろ。それは無理やろ。マイケルとバトルだって。やばすぎん。それは。でもあれだよね、まえちゃんのファンの方は強いですか。まえちゃんはもうびっくりする方強いよね。わからない、まえちゃんお昼は参加せんかもしれんし、ね、おらんかったら。なわけないか。なわけないね、大人だからおるか。うん、スイチローさん可愛い、ありがとうございます。え、ギルドのメンバーもつ強い。あらら。どうしたこっちゃ。どうしてそんなに強いのか、どうしてそんなに強いのか。強い。マジか。お昼、お昼、え、明日、あ、明日土曜日じゃん。え、明日土曜日じゃん。あ、でも無理や、無理よ。土曜日で行け、アリサもお昼のギルドバトルできるけど、でも無理よ。ワンチャン勝てると思ったけど無理や。無理よ。負けちゃうね。頑張ろう。マイキュマイキュギルドには負けちゃう。うん。でも明日はお昼ギルドもねできる。明日と明後日頑張りましょう。頑張りましょう。抽選緊張しますか。抽選緊張するね。あともうちょっと、やばい、8時からです。55分ぐらいに終わって8時からの抽選会を見ましょう。ピース。ひろたんと花束ありがとう。緊張しますな。でもね、あのね、よ、そう、でもね、なんかね、コウコちゃんがめっちゃ感動的なことをね言ってくれたんよ。そう、めっちゃ感動的なこと言ってくれてからね、何やったっけな、なんか明日めっちゃ、明日ね、そう、明日はね、運使う、明日運がいるんよなみたいなこと言ったんですよ。抽選会があるからね今日。そう、運を、明日は運にかけるぜみたいな言ったらね。何言ったっけな。
そんな運に任せていい、運とかやないよ、頑張ってきて練習しおるやん、どうであろうと自分信じるのみ、そんな関係ないって順番とかみたいなね、すごいね誰やねんって感じのことをね言ってね、励ましたかな、これはなんて言うんでしょうね、励ましていただきましためっちゃに面白かった、本当に響くんよ技術とかばっかりの歌より、心に来る歌が私は好きだよって言ってね、言ってくれました、コーコティンがなのでね、運も大事やけどね、今日、まあね、運も大事なんですけど自分がねやってきたことをやるだけ本番ではいって、チャビチャビさん花束ありがとうございますでもね、非常事態が起きたってね今そう、歌はもうね本番までね、そう、もう猛練習するのみなんですけど、そう、歌以外のね、その歌以外でのその決勝戦に向けてのあれで、あの問題発生してからねもうやばい、焦ってます。アリサチンはもう大丈夫なのかって感じで今焦り散らかしてます歌はもう練習するのみ、あとカラオケに行って歌い込んでもうやればいいんやけども、非常事態発生そう果たして決勝までに間に合うのか問題。こもちんハートありがとう、ハートありがとうございます、ハート。そうノー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 。そうやね。そう、でも運も大事やからね。運マジで大事やからね。よろしくお願いします。神様、仏様、南無阿弥陀仏様。よろしくお願いします。いい感じのグループに入れますように、よろしくお願いします。南無阿弥陀仏。あとはあれやね、なんだっけ、あの STU のこう STU のメンバーがあんまり被らないようによろしくお願いします。あんまし同じグループに入らないようよろしくお願いします。ピッポピー、うん、アリサ幸運の持ち主だアリサは幸運の持ち主だ、いつも運に助けられて大丈夫今回も大丈夫だと信じてお願いします。パンジェラさんハートありがとうございます。
ドキドキしますね。8時からです。でその1時間って書いてあったけど、あ、そういえば当選したよっていうのも見ました。ツイッターでから当選した方何人かちらほら。すごいよかった。ありさ推しの人が誰も決勝戦におらんかったらピエン。そう、誰も決勝戦におらんかったらもうピエンって感じだったから、すごい嬉しい。え、東京の友達が歌唱力当選。すごい、ピロシゲさんのお供ありがとう。その誰推しなんだい、ちゃんと私。私応援しに来てくれる、嬉しい。3時間もかかないの抽選。20人だもん、20人のミャン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 ってこうやるやつだから3時間もかかんないですよ。よろしくお願いします。歌唱力当選された方、よろしくお願いします。あ、入れたんだ。まさかの。アリサのうちは私はよろしく、エルタンさんとアリサをあの応援してこいやーみたいな感じで言っといてください。お願いします。エルタンさん好き、アリサ、エルタンさんの歌好き。歌声が好きですね。エルタンさんとユカさんの系統は違うけど好きです。すごいいい声してる。メタメタ好き。第1回目の時のファイナリストライブだったかな。でエレタンさんがデニムの上も下もデニムの衣装を着てから、あのリサさんの、そうリサさんのキャッチザモーメンっていう曲を歌ってたのがめっちゃ好きだった、アリサ。そう、めっちゃ好きだった、エレタンさんの衣装も可愛すぎたし、そうデニムでここにバンダナつけとってから、あれ何の衣装な、衣装なんかな、分からんけど、自分で持ってきたやつなんかな、分からんけど、めっちゃ可愛すぎたし、選曲も可愛い曲あったし、めっちゃ合ってた、すごい可愛かった。キャッチザモーメンリサさんの、そうですね。それではそろそろキャッチレーズをいきたいと思います。いきたいと思います。アリちゃん推しになるのはアリサ号志向。はい、ありがとうございます。高校1年生のアリちゃんこと峰吉アリサです。イエーイ、ありがとうございます。ではギフトを読みます。パンジャラさん、母さん、ふーさん、こもちん、ちゃびちゃびさん、ひろたんたん、そういちろうさん、母さん、りんたろうさん、ふーさん、さとしん、ダイナソー、パンジャラさん、しゅんちゃん、すけもんくん、ジジマくん、てっちゃん、カラコン野郎、ひとりごとさん、やすべさん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位キズナックさん、12位ひとりごとさん、11位しゅうこうじいさん、10位パンジャラモンスターさん、9位ひげのまささん、
8位ひでじろうさん、7位てっちゃん、6位かんちゃん、5位ひでさん、4位ゆうごうさん、3位やすべえさん、2位ふうさん、1位はそういちろうさんです。おめでとうございます。イエイ、ありがとうございます。じゃあ一旦終わりまして8時からもうすぐ間もなく始まる歌唱力の抽選のやつを、8時からドラえもんなんですか？ちょ、嘘、マジ？ドラえもん忘れとった。ドラえもん録画しよう、明日見よう。待って、ドラえもん忘れとった、やばい、悲しい。スタンドバイビードラえもん、オーマイガッツ。それは明日見よう、明日見よう。今からは歌唱力抽選見よう。抽選見てください、お願いします。それで抽選が終わったらまた9時から配信するのでよろしくお願いします。それではバイバイ。録画しとかないとやばい。